みんな仲いいよ。全員血つながってんのよ。ね。大きい子2人は兄弟で、で、その白い子の方の子供やから、みんな血がつながってるからか、やっぱり仲いいよ。この子は女の子。一番上のこの子で3歳くらいかな。犬好きなんだけど、どう？まあ、別に犬も嫌いじゃないよ。実家犬2匹おるしな。毛並み違う。いや、そんなことないよ。両方とも若干長毛でさ。よう似てるよ。猫自慢いっぱいしてください。これがうちの、イルちゃんです。一番お姉ちゃんです。ルルちゃんとよう似とうやろ。毛並みとかちょっと長毛なとことかな、かわいいやろ。はい、いる、帰っていいよ。帰らんの、かわいいな、ここでおるって。あ、猫の飯代は最近なんだろう、なんか猫ちゃんに使ってあげてくださいっつって天岐阜とかくれる人結構おんねん。最近猫の餌代は困ってないな。だから銀のスプーンのめっちゃいい餌今あげてるよ。めちゃくちゃ食いよくなった。今までも解析っていう、猫解析っていうそこそこ高いんあげてたんやけど、やっぱ銀のスプーンが一番食いいいわ。動物飼いたいけど去年愛犬が亡くなって弱ってる姿見たらもう辛くて飼えない。言うやんけどな、やっぱり。例えばやけどさ、捨て猫とか捨て犬おったらさ、私はもうまあ持って帰ってしまうんよ、どうしても。けどそれってさ、飼ってる間は自分もずっと幸せもらうわけやん。15年とかさ、その分の幸せと亡くなった時の悲しみってさ、比べたら幸せの方がめちゃくちゃ大きいから、もう15年分の幸せをくれてありがとうで、悲しみはもう帳消しにできるよ、ほんまに。しかもさ、そうやって自分が飼わんかった子がさ、なんていうの、やっぱ死んでしまうとか考えたらもう飼う一択になってしまうよ。悲しさとかもう考えへん。猫に愛はあるけど、うん。動物好きでペット飼ってる人って本当は動物じゃないと思うんすよね。まあ自己満足の世界ではあると思うんやけど、でもその捨て猫とかをさ、こいつもさ、まあ保護した猫なんやけど、コインを買うってまあ自己満足ではあるんやけど、動物がどう思っとうかも分からんけど、でもやっぱ自分がそうどう愛したかやん。自分がしっかり愛しきっとったら、もう亡くなった後も愛したしいっかって。でこいつらはもう気持ちが分からんから、自分がどれだけ愛せたかを押し付けるだけよ。動物が好きというか命大事にくらいやん。ホビットは可愛くないからダメ。ゴロゴロやん、どうしたん、エル。でペット飼うのはまあ傲慢だと思うけど、でも捨て猫をこう見捨てて、あの子亡くなったんかなって思う、その心の痛みが嫌やから、もう飼う一択しかないんよな。まあまあ偽善とかさ、そのかもしれんけど、それでもいいやん。なんか自分が悲しくなりたくないから面倒見て飼ってんねん。もう自分の気持ちが収まらんから飼わせていただいてるだけやから、まあ、猫からしたらそうやで。別にほっといてくれっていう感じかもしれんやん。もう死んだとて別に構わんかもしれんけど、いや私がなんとなく辛いからちょっと飼わせてくださいって言ってるだけや。ファッション感覚でペットを飼ってる人はどう思う？でも芸能人とかはさ、基本やっぱりその血統書付き買うやんか。私、まあ、別にその悪くはないと思うよ。けど血統書付き買ってる人はどっちかといえばやっぱ嫌とは思う。人の勝手やけど、うん、それやったらなんかそのもらってきてほしいな、どっかからと思う。どこでもいっぱいあるやん、そんなん。保護猫別に血統書付きじゃなくたって、マジで猫は何でも可愛いのに。血統書付きの方が長生きしやすいから安心なんだよ。でもね、それってなんかその動物をさ、なんか耐用年数で見てるみたいで嫌じゃない？15年生きるからこっちの方がお得とかじゃないし、吉村の何数年しか生きんかったとて、その間にめっちゃ可愛がって可愛い成分いっぱいもらえたらさ、まあ、こっちも得やん。まあ、わかるよ、その保護猫とかは独身だと受け取れんとかもあると思うけど、まあだからどうしても欲しいっていうんだったら、まあまあしゃあないと思うけど、私はそんなに好きじゃないかなぐらい。その猫アレルギーがある人は雑種って一番その猫アレになる元の粉みたいなの出すんやって。だから猫アレある人は出にくい血統書付きを買うっていうのもまああるみたいよ。なんだっけな、すげえその粉が出にくい猫もおるみたい。まあまあ得とか損とかはもうないよな。自己満足のために買うて、それだけや。いや、なんか毛長いけど、その粉が出んやつおるらしいんよ。見た目普通に若干長毛だったけど、おるらしい。